はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。はい、今日は紅茶と紅茶ですね。ベイブレードバーストのアルタークロノス 6MT とナックルグリップです。はい、ということでちょっと今更になってしまいましたけど、こちら、購入しました。はい、早速開けていきましょう。うん、はい、こんな感じになってます。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがアルタークロノス 6 メテオトランスですね。うん、はい、かっこいい。かっこいいね。じゃあ早速セットしてみましょう。どうですか、ロック？ロック、中くらいかな。あ、そうだね。こんな感じですね。すごいかっこいいね。うん、で、中のデザインがこれ、あれだね。時計。時計になってんだね。うん、すごいね。歯車チックなデザインになってんだね。うん。面白いな、これ。ちゃんと、針でしょ、時計の。うん。今回はですね、このレイヤー自体がアタックモードと持久モード。はい、変形できますね。うん、見分け方はこの部分ですね。はい、今これ青になってるけども、これが持久モード。レイヤーの裏側のこの部分、これをねぐるりと回転させるんですね。はい、でカチッというまでこう、この部分が赤になります。うん、そうするとこれがアタックモード。そうなんですね。このアタックと持久2種類レイヤーでできます。はい、なんでこのトランスみたいな感じだね。うん、だからこの2つの組み合わせで超アタック超持久、そう、そういう形になります。そしてこっちがナックルグリップですね。はい、それにウェイトダンパーつけてます。こっちでいいの？ウェイトダンパー。うん、邪魔にならない。こっちしか使えない。あ、つけらんないのか。ほら、あ、そっか。こうやってシュートするのかな。こう、そう、結構安定するんだ。安定する。うん、ギュッと握るからかな。うん、どうなんだろう。パパあんまりなんかしっくりこない。しっくりこないな。じゃあエンシン君、早速これシュートしてみてください。はい、じゃあまず超アタックモードから。ゴーシュ。おー、あー、こんな感じだね。うん、なるほどね。でも超アタックって感じそんなしないけどな。うん、まあ実際戦ってみないと分かんないね。そうだね。うん、続いて超持久モードでやっています。ゴーシュ。あー、いいね。これは超持久って感じするな。するね。でもちょっとフラットフラットしてるけどね。うん、はい、じゃあ早速対決していきましょう。私がブレイズラグナルク、バンパーオビットね。これこの前やったベイブレードトーナメント C ブロックの優勝ベイですね。はい、はい、僕はアルタークロノスの超持久モードでいきます。あ、超持久にするの？うん。 3,2,1 押せ。さあさあ、持久だからね。うん、ディフェンスではないのね。うん、持久対決に持ち込まれると勝てないってことでしょ。アタックすれば、お、勝っちゃった。 3,2,1 押せ。いい感じで、ブレイズラグナルク結構強いな。うん、これ持久勝負になると多分プロの強いんだろうけど。あ、負けた。アタックモード？はい、はい、超アタックモード。 3,2,1 押せ。おお、あ、やっぱ強いかも。 3,2,1 押せ。おお、もう周りに行っちゃう意味がない。牽制してます、お互いに牽制。おお、うそー、一発。レイヤーがアタックで、ドライバーがスタミナで。僕はじゃあダークデスサイズは2グレイブジャギーに変えます。おお、アタックタイプか。 C ブロックの準優勝ベー。 3,2,1 押して。お互いアタックでなるね。うん、レイヤーが、あ、そっかそっか、そっちは半分持久なんだ。うわ、結構強い。うわ、うわ強いね。レイヤー持久でドライバーアタック。はい、 3,2,1 押して。こうなると持久勝負ですね。うん、持久勝負だと。でもドライバーがエシ君の方はアタックタイプなんでしょ。うん、おお、まあ、アタックでしょ。 3,2,1 押せ。おっと、おっと、カウンター。
さあまだダークデスサイザーも諦めないよ。あ、かわしてる、攻撃かわされてる、くそー。だけどスタミナがなくなってきた。それはお互い様だな。あー、ダークデスサイザー、ジェネクスカリバーシックスボルテックスエクストリームへ変えます。はい、僕はアルタクロノスでいきます。の超アタックでいきますね。おー、スリー、ツー、ワン、オープン。やばい、おー、すごい暴れてるね。おい、スリー、ツー、ワン、オープン。おー、おっと、フレームが外れた。フレームだけ奇跡が起こった。バーストしてたと思った。フレームだけ取れたよ。じゃあ僕はアウタークロノスで超持久モードにしました。はい、では僕はロストアンギウスナインスパイラルで、はい、スリー、ツー、ワン、ボス。ちょっとあえて斜めに打ってみた。持久で斜めに打ってみた。おー、斜めに傾いてるだけだね。そう、安定はしてるね。うん、低速バスト来るか、耐えられるか。さあ、低速だ。耐えれそう。あ、ほぼ同じ。3、2、1、ゴーセン。おっと、いい感じで今ダメージを与えたと思うんだけど。ロストロンギルスをバーストしてあげたい。おー、粘るな。おー、バーストした。やった、やった、バーストした。3、2、1、ボス。さっきと同じ感じ。いいよ、いいよ、もう一回バーストしよう、もう一回頑張れ。ロンギネスを破壊しよう。もう無理か、力入る。 あ、ちょっと早かったね。3、2、1、ボス。おお、オーバーフィニッシュ。はい、ということで今回はベイブレードバーストのアルタークロノス 6MT とラックルグリップでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッド、ライク、高評価お願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、グッドチャンネル登録もよろしくねー。ということで、あー、勝負がつかない、つかないけど両方時給かな。うん、このアルタクロノスいいね。うん、アタック超アタックにするとすごいいい感じ。好き、この、あ、同時だ。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。